はいどうも、マナマンです。今回はウィニングイレブン2016の体験版をやっていきたいと思います。ちょっとやってみたんですけど、いろいろ変わってるとこもあるので、まずは能力についてはなんですけど、この特にキーパーかな、このクリアリングとかコラブシングディフェレクティングとかっていう項目が新しいのかな。キャッチングも新しいか。んで、あとは特殊能力っていうかスキルかな、スキルも新しいのがいくつか追加されてますね。ヘッダーとかヒールトリックとか、その辺はタッチパッド、パッド押すと見れるので見てください。ヘルプで。よし、ではスーパースターで7分でいくかな。やっていきます。早速はい、まずちょっと新しくなったっていうか、パスアシストレベルっていうのがこのなし、なしと1,2,3しかないっていうね。パスサーチがなんかなくなったっていうか、これに変わったんだと思うんですけど、デフォルトが1だったんで、これで慣れていくしかないかなと思ってるんですけど、今のところこの辺これぐらいかな。新しいのちょっとパスアシストっていうのはなしが多分マニュアルになると思うんで、3のがいいのかとも思ったりもしてるけど、1でやっていこうかなと思います。これぐらいかな。あとはモーションが新しくなっている感じで、このサイドバックがめちゃくちゃすぐ上がっちゃうっていうね。今の何もワンツーも何もやってないんですけど、動き出しがやばいほら勝手に走ってるでしょ。今のとこもそうだけど、おチャンスゴール、 OK そしてゴールパフォーマンス。ここにコーナーフラッグに近づくと勝手に何もボタンを押さんでもパフォーマンスしてくれますね。普通にスティックだけでゴール前まで、ゴール前じゃないコーナーフラッグまで行くと、もう自動的にパフォーマンスしてくれますね。あとドリブルが結構やりやすいですね。2015と比べるとやっぱ動きがスムーズになってますね。ぬるぬる感が半端ない。選手にもよるかなと思うんですけど特にウィリアンとかボール持つとやっぱやりやすい感じがするんで、ドリブル精度やっぱりある選手のがやりやすそうですね。やばい、早い。結構後ろでボール回すね。コンピューターが強そうな気がする。スーパースターでやるのはこれ初めてなんで。あとニアコンかな。ニアコンの引く動作がちょっと弱いっていうか、2015よりは使
使えないのかなと思ってるんですけどね。お、いい感じ。いやー、ミカ。はい、おー、ネイマール。取られない。一人でいけそうやけど。てか、なんで、かがむモーションやめてほしいよね。お、入った。なんかしたいけど。ここまで行くと登ると、ボタンを押してすぐにパフォーマンスもできるけど、多少走りながらなんかある程度の場所に行くと自動的にゴールパフォーマンスが発動するみたいな感じですね。コンピューター相手だと楽だな。でもスーパースターでも、あとはあれができるんですよね。リフティングでドリブルできちゃうっていうね。ファールか。やり方はボールが浮いてればできると思うんですけど、うわ、終わっちゃった。後半で見せれたら見せたいんですけど、ボールを奪わないことには。スーパースターだからボールをちゃんと奪えるかどうか不安。OK、浮いてるボールに対してリフティングができるはず。あれ、できない。できねえな。やばいやばい。そんなことやってるとやられちゃう。いやー、嘘。危ない。オッケー、取れる。オッケー、これで、あ、できた。あ、まあ、右スティックをずっと押しっぱなしかな、多分。ここちょっとちょんちょんとやってる感じするんですけど、リフティングしながら浮いてるボールに対処できる気がする。できてますね、これ。リフティング、リフティング、リフティング。右スティックを、まあドリブルしながらじゃないと無理かな、やっぱ。いやーと、ミニスティックずっと押して立ってるだけではリフティングはできないみたいですね。やばい、今のかわし方は面白い。スースー、いけるんちゃう。結構ワイドに広がってる感じが。ファールやろ。ないの？オンファール。前の選手に当てる感じで。お、来た。で、はいな。まあ、ミドルシュートは相変わらず決まりにくい感じはしますけどね。お、ちょっとやりたかったプレーだったけどできなかった。低弾道ロブ持ってる選手のどういうボールが出せるのか見てみたいんだけどね。いやー、無理か。お、ファールないの。いやー、
いや、ファール。ないのか。体入れられて。ボール、奪われたけど。いや。嘘だ。嘘だ。どうしよう。おお、これ。打ってきた。いやー、トラップでかいよ、トラップ。やっぱあの後ろから足出してるあのモーションが新しいけど、あれじゃボールをほぼ奪えない。たまにグイッと中吐き体入って取れる時もあるけど、あの状態だとやっぱ危ないよね。後ろから取りに行く場合はちょっと気をつけないと。トリプルでかわしていけるかな。比較的最初の加速でかわせそうな気も。このパターン、よし、勝ったけど、まあ、こんな感じですね。体験版ではでは、今回はここまでにしようかな。ご視聴ありがとうございました。